モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間は格安カーリースのサンネットワーク、福岡の美味しい魚を全国へ、あきら水産の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語冬のおすすめセット6000円相当プレゼント。もともと牛乳が濃くて美味しいですから、うん、その牛乳で作る飲むヨーグルト、飲むヨーグルトあまおう、食べるヨーグルトプレーン、最高です。はい、それにミルクジャムとあまおういちごソースをセットにしたもの6000円相当です。欲しいとおっしゃる方はぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、今日はこちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。先日近所に新しい業務用のスーパーができたんで行ってきました。とはいえうちは夫婦2人暮らしなので業務用スーパーで買うようなものはあんまりないんですが、要は物珍しさ、うん、普通のスーパーでは見かけない一升瓶に入った醤油、一缶に入ったソース、丸々1羽の冷凍鶏など、見るだけでとっても面白いお店。そんな中で大きな大きな業務用の缶詰を見つけました。パスタソース3キロ入り。かなりですね、これは。すごいよね。いパスタソース3キロ入り。なんかそそられるよね。買ってみたいっていう気持ちになるよね。そうですね。しこたまこうパスタソースをかけて、なんかいつもこうパスタソースがちょっとこうね少ないかなっていう、はいはい、ね、思ってる、そういうことがもうないっていう、パスタソース3キロ入りのでっかい缶詰。このでっかい缶詰には私特別な思い出がありまして、それは私が小学生の時の出来事。図工の時間に次は缶ぽっくり作るので各自家から空き缶を2つずつ持ってきてくださいと先生に言われました。缶ぽっくりというのは空き缶の側面2箇所に穴を開けて、その穴に紐を通して紐を手で持ってカポッ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 やってましたね。やってました、やってました。やっぱ時代が貧乏だったんだろうな。という遊び、はい、先生が言うにはみかんや桃の缶詰のような丈夫なものがいいとのこと。そういえばそうですね、ふにゃってなってるものありましたね、はい、私は家に帰って母にそのことを伝えました。空き缶なら学校にたくさんあるけん持ってこようね。母の仕事は給食のおばちゃんなので、調理で使った空き缶がたくさんあると言い出した。私は安心して母に空き缶の調理を頼みました。後日母が空き缶を持ってきてくれました。ほらこれでいいやろ。母が持ってきてくれた空き缶は私の想像をはるかに超えた大きさ、それこそ業務用のでっかいやつ。イメージ的にポックリというよりは漫画の柔道キャラが入ってそうな鉄ゲタ。いやいや、もう世代が分かりますね。漫画じゃないあれは。柔道一直線のことですね。まあもともと原作は漫画ですけれどもね。普通の子供だったら泣くかもしれません。先生が言ってたフルーツの缶詰よりも明らかにでかいサイズでも、私も普通じゃなかった。何しろ缶ぽっくりを作ると聞いて業務用のでっかい空き缶を持ってくる母の子ですから、すっごい大きい、こんな缶詰あるんだ。翌日私は喜んでその業務用のでっかい空き缶を2つ学校に持って行って缶ぽっくりを作りました。当然クラスのみんなは珍しがって貸して貸してと代わる代わる私の缶ぽっくりで遊んでました。そんな思い出です。へえ、ね、なんていうかこの手の話っていうのはね、はい、なんかみんなと違ってもう本当に悲しかったっていうね、そうお話が多かったりするんですけれども、うん、ね、よかったよかった、よかったですね、本当本当ね。
もう確かにね、もの珍しいですよ。ガポッガポッガポッこれは大変なカンポッコですあんなでかいカンポッコリで遊んでるやつがいるぞって小学校では噂になったと思います。いいお母さんにいい娘さんですね、さあそれからね、これも行きましょうか。女性の方からいただきました。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。今月は流星群が2回見られるんです。はあ。そして今夜11月12日獅子座流星群の極大、はい、で流れ星で思い出したことがあったのでメッセージいたしました。まだ娘が保育園の頃、獅子座流星群が見られるっていう情報を知りました。その日の夜、娘に今夜流れ星がいっぱい見られるんだって、夜ちょっと遅くまで起きてて見てみよっかと言うと、娘はキラキラと目を輝かせて、うん見る、そして星を拾ってお母さんにあげるね、なんて素敵な言葉。その純粋な言葉のプレゼントにジーンとしました。今でも思い出すと鼻の奥がツーンとなり温かい涙が。実は私、子供あんまり欲しくなかったんです。自分自身が親から愛された記憶がなく、子供の頃からあなたは変な人間と批判され否定されて育ちました。母の気分で叩かれ、まだ幼稚園ぐらいだった私、掃除機でうつ伏せにされて叩かれたこともあります。ある時はお前は何でもできて当たり前、そして言われないとできない、お前はロボットだと言われて、つくづく私ってダメな人間なんだと刷り込まれて育ちました。そして親から聞かされるのは愚痴、不平不満の言葉。両親夫婦仲ももちろん悪くって、父は母への不平不満、母は父への不平不満。18歳で家を出た私は21歳で結婚、そして22歳で長女を妊娠出産いたしました。こんな私が子育てできるのか、愛せるのか、不安で不安で、母と同じように自分の機嫌で娘に暴言暴力を振るったらどうしよう。でも生まれてきた娘は本当に可愛くって、そしてそれから数年後次女を出産し、二人の娘を育ててる時、母の血が流れていると思い知らされる出来事があったんです。娘とは関係ないことでイライラしていた私は、そのイライラをコントロールできなくなり、娘を理不尽に叩いてしまいました。一番したくないことを娘にしてしまった。その時ほど自分の血を入れ替えたいと思ったことはありませんでした。その日から部屋のあちこちにニコちゃんマークをたくさん書いて目につく場所に貼りました。母親と同じことを繰り返さないよう強く誓って、このニコちゃんマークの紙は効果があって、それから理不尽に怒ることはなくなりました。そう、そんな頃にあったのが、お母さんに星をたくさんあげるねという言葉のプレゼント。それからは私、幸せを感じる人生を送ってくれる人になってほしい、これが子育ての目標になりました。その後、今度旦那が子供たちに暴力を振るったのがきっかけで離婚、母子3人で金銭的に不自由はあったものの、心はいっつも晴れ。そんなこんな慌ただしい子育てもあっという間に過ぎて、2人の娘は就職し、今はそれぞれ彼氏もできて楽しい日々を送っているようです。そして私にも彼氏ができて支えてもらっている。子供たちのおかげでたくさんのキラキラ輝く思い出の星が無数にもらえました。娘たち、お母さんの元に生まれてきてくれて本当に本当に本当にありがとう。お母さんを選んでくれてありがとう。お母さん、いつかビッグになって恩返しするねって思いながら、彼との暮らしで幸せ太り、体が先にビッグになってしまってごめん。いつかお母さんが書く魂のこもった作品が人々の心に届いて、そして価値あるものになって、日本で、いや世界でビッグになるよう努力続けるけん、母ちゃんの後ろ姿見とってね。本当にあなたたちのおかげでお母さんはとってもとっても幸せです。そして支えてくれる彼のおかげで幸せです。何度も何度も伝えたい、ありがとう、大好き、太陽系、いや銀河系で一番輝いている娘たち、
あなたたちが私の願いを叶える消えることのない流れ星。これからのあなたたちの人生に笑顔の日々がたくさんあることを一番に願っています、というねメッセージいただきましたね。すごいですね本当に体中の水分が今私の目の前の謎の物体、誰が謎の物体ですか謎の物体じゃない流れ出ております。モーニングジャム